おさべ親王は公認天皇御子。母は井上内親王で天武天皇の女系来孫にあたる。皇太子に建てられたが、後に母、井上内親王の大逆の罪により敗され、諸人に落とされて、遊兵先にて没した。天平法治5年、白壁王と井上内親王との間に生まれる。当時の天皇は母方のおばの聖徳天皇であった。 父の白壁王は天智天皇の孫であるが、当時の皇統は天武天皇系に移されて久しく、白壁王自身も皇族の長老ゆえに大納言の行為に劣死して、いるだけの凡庸な人物と見られていた。だが、聖徳天皇の時代、天武系皇族は皇位継承をめぐる内紛から、ほとんどが粛清されており、めぼしい人物がいなかった。 このような状況した天智天皇の彦で、聖武天皇の御子を母に持つおさべ王が注目されるようになる。やがて、聖徳天皇が崩御すると、藤原長寺によっておさべ王の父である白壁王が皇位継承者として擁立された。そして、法規元年に白壁王は即位し、公認天皇となった。翌法規2年1月23日には、おさべ親王は、 公認天皇の皇太子として建てられた。大部親王母ところが、法期3年、突如皇后の井上内親王が夫である天皇を、随訴したという大逆の門で皇后を廃され、5月27日には、これに連座する形で、大部親王が皇太子を廃された。さらに翌く皇期4年10月19日には、同年10月14日に皇居した南波内親王を、 井上内親王が図書師殺害したという権威がかかり、尾部親王は母と共に諸人に落とされ、大和国内軍木間の屋敷に遊兵され、やがて放棄6年4月27日、遊兵先で母と共に休止した。一連の事件は山部親王の立大使を指示していた、藤原指揮家による尾部親王を大居落としの陰謀であるとの見方が有力である。この事件により、 イボ兄の山部新郎が代わって皇太子に建てられ後に、官務天皇として即位するものの、大サ親新郎の死後には、天変地異が相次ぎ、さらに、後期十年には、巣王国で、大サ親新郎の偽物が現れるなど、大サ親新郎の怨霊が後任、公認、官務良天皇を悩ませることになる。ありがとうございます。